本音でガチャお待たせしました。本音でガチャ、まあ、この本音でガチャとかですね、吉本芸人が、まあね、ガチ本当本音もうそれしか喋らないという企画でございます。今回ね、4人ということで、ガチトーク初めてです。4人でやるのよろしくお願いします。お願いします。まあガチということで、まあ、もう2018年ですよ、まあ、どうみんなもうその前にもいろいろ収録しすぎてもうあった小一番小無事どうすかガチですけど、もう本当さ、今のお笑い界とかどう思う？よくわかんないです。わかんない。まだそこまで行ってないから。うん、まだ行ってない。俺ちょっとおかしいと思うんだよね、今の笑いが。うん、どういうふうに？あのね、YouTube に押されすぎ。まあ、その勢力になろうとしてる。あの、お前が言うなと。王の大明神様ね。皮肉にもね、まあ。まあそうない、まあ僕が言うのもなんですけど、YouTube に押されすぎよ。まあ誰でもね、あの設備さえ整えればっていうのは、まあ正直ありますからね。小学生、中学生が今なりたいね、職業。なんか3位ですよ。YouTuber が、はい、すごいな。お笑い芸に入ってません。まあそれそうでしょう。有名だったら。僕らの代の後もどんどん減ってってるから。そう。夢を与えられてないんですよ、僕らが。どうしますか。すごい、もう永原くんのおじいちゃんみたいな横顔。めっちゃ面白かった今。もうてかおじいちゃん一人いるじゃん、なんかここに。いやいや、おじいちゃんって若者だわ。若者。どうした？どうした？どうした？ガチですよこれが。ガチガチ言いすぎて、前回ね僕3月に呼ばれた時途中からこいつガチをねじ曲げましたからね。ガチをねじ曲げ。どういうことガチ？なんかいろんなスポーツの話して、うん、ちょうどなんか3本目4本目とか4本目5本目のちょっと切り替わるぐらいの時にあの NFL の話したんですよ。でその時にあのいきなり AV 女優に謝れとか言い出して全く理由言わねえので、謝らされるっていう。どういうこと？あれ何なの？マジでその説明書ガチなんだから。記憶にございません。やったー、インチキな政治家。つながりが分かんない。記憶にございません本当に。何も持ってかけてみたいな感じ。去年の3月の話じゃでも記憶にございません。申し訳ございません、ね、こういうのもね、あの覚えたんだよこいつ、ね、本当にまあだからね、都合のいいようにやるのよ、ね、これがガチですよ、現実ですよ。現実は、ね、まあね、まあね、てか本当漏れないといけないんですよ僕ら、今年中に。もう8年目ですよ、4月になったら。ああそうなるね。漏れないといけないでしょうよ。どう？売れないといけないと思わないの？あ、思う思う。思うでしょ。うん。どういう風に思ってるの？売れないといけない。なんで売れないといけないと思う？すげえ。一番上からなんだよな。最高の立場でいなきゃいけないっていうから。なんで売れないといけないと。これ本当にな、せこい手法だよ。本当だよ。すげえ上からなんだよいつも。なんでまあやっぱり有名になりたいし、それで食ってきたいから、大陸からこの世界に入りたっていうのもあるからじゃん。まあでもさ、まあ、正直今のままだって売れないと思ってんじゃないの。そう、今の実力じゃ売れないでしょ。いやいや、まあ調べたら何そんな。すごい、こっちはね、なんか返せぬだよね。7年、8年やってますよね、もう皆さん。はい、僕はもうネタっていうのはもう3年半で終わったので。なんかそうやってさ、別路線に、あの、言葉あるけど、逃げるのやめよう。もう僕は、YouTube の方で今戦ってます。あの、YouTube とネタはもう別にそう、あの、ね。YouTube の方で戦ってますんで、まあ YouTube の方とは、正当化してるよ、ね、ライバルなので、あれなんですけど、もう3人とはライバルじゃないんですよ。まあそうだよね、まあ、君の活動正直興味ねえもん。だからなのでもう7年8年やってるんですよネタを。もうそろそろ、わ、俺はピンにやって今年で3年目だから。まあ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 、それはまあ、じゃあ3年目といいとしましょう。もう7年ぐらいやってるんですよね。まあね、まあいろいろ、まあ電算的にはまああの、うん、まあ
前回の用語で多分この人も多分もう覚えてないと思うけど、今の電話第4世代になりました。第4世代です。なんでもうね、コンビ組んで解散してみたいな感じのやつをもう一人でもう3回経験してるようなもんです。なんでも第4世代になってまだ1年経ってないかなぐらいの感じです。まあそういう言い方したら俺は第2世代やってまだ半年くらい。まあそうだね。そう、うん、そういうことよ。だからもう自分の中でだから解散して再結成してみたいな、なんかコンビでやってるようなことをもう自己完結みたいな形でやってんのよ。もう常になんか同じことばっかりっていうのわけじゃなくて、どんどん新しいこともやっていかなきゃいけないしっていうのをね、もう僕らとか、まあ、他のね OHK 出たことあるメンバーとか、まあなんか仲いい後輩とか、まあ、同期もいるし、結構ねいろいろ君の知らないところでいろいろ話はしてんのよ、うん、どう思ってるのじゃ今までの7年間またこういうね方向に持ってって、なんか自分が正しいみたいな感じに思いますよね。どう思ってこれこの手法どうマジで何これ王の泣くまで続けるこれマジでどう思ってるのこの更新さ、うん、なんかすごいあれだよね、こいつの土俵で踊らされてる感がすごいね。本当に本当に7年間どうだったかっていうのを聞きたい。すごいなんか、あでもね、サッカー目線だもん、サッカーだもんね、完全に。どうだったかっていうのを聞きたい、まあ、それはもう視聴者も聞きたい。7年間どうだったか。興味ないでしょ。どうだった、誰が興味あんのこれ。で、どうせね、結構多分なんか同期で、僕らの同期でなんか見てるっていう噂を聞いたりはします。誰とは言いませんけど。ねえ、そういう人たちばっかりでしょうね。で、あいつどうせ、あこの間なんかやってたな、みたいな。でもコメントもやっぱ来ますから、やっぱりちょっと。あれでしょ、なんか、水色のあいつでしょ、なんか。水色のあいつ。あいつ、どうぞ、言えてない。言えてない。言えてない。